シチェルバツコイ、ヒョードル・イポリトビッチ・シチェルバツコイ、シシェルバツコイ、スチェルバツキーもしくは、スチェルバツコイ、A、フィオドール・シュチャーバツコイ、A、エフス・ストチャーボツキ、ロ・ファイ、1866年10月1日から1942年3月12日は、ロシアのインド学者、西洋における仏教及び仏教哲学の研究機関の設立に貢献した。 ポーランドのキエルツへ生まれ、チャールス・コエセロを立位で学び、サンクト・ペテルブルク大学歴史文献学部を1889年に卒業、イヴァン・ミナイフ、セルゲイ・オルデンブルクに指示。その後海外に派遣され、ウィーンにて、ゲオルク・ビューラーの下で、インド誌文を、ボンにて、ヘルマン・ヤコビの下で、仏教哲学を学ぶ。1897年に、オルデンブルクと共に、 気象仏教テクストを収蔵した仏教文庫の出版を開始する。インド及びモンゴルへの旅行を終えた彼は1903年に後期仏教教義の理論第一巻を刊行する。1928年、サンクトペテルブルクに仏教文化研究所を設立。仏教におけるネハンの概念は西洋世界において評判となった。続いて出版した主張。 仏教論理学は現代仏教学に大きな影響を及ぼした。1942年、カザフスタンのボロボイにて死去。母国での知名度は上がらなかったが、サンスクリット語やチベット語の分野では、ネルやタゴールらからも称賛された。ブリタニカ百科事典では、彼のことを西洋における仏教哲学の第一人者と表現している。ありがとうございます。